この色かわいい。私が好きそうな感じ。知らんがなって感じだけど。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ということで今回は、発売前から SNS 上で話題になってた、星のカービィの一番コフレ、一番くじを、10回分ね。じゃーん。見える？10回分引いてきたので、ちょっとそれを何が当たったか紹介していきたいと思います。ちなみに5月25日から、ローソン。なんかローソンをはじめとしたコンビニで発売って書いとったけん、別にローソンだけじゃないんかな。一応、行く前に、いろんなね、身近なローソンに電話をかけまくって、なんか取り扱い店舗自体がめちゃくちゃ少ないって、なんかね、ツイッターとかでもつぶやいてる人が多かったけん、一応電話をしてから行きました。ということで、A 賞から F 賞まであるんやけど、まあ、一個ずつ、10個紹介していきたいと思います。はい、ってことで、まずは、じゃーん！これ可愛くない？ F 賞、集めてカラフルシングルカラー、カービィ。これ F 賞はね、全部で5種類あるんやけど、これは、まあ、なんか、マルチカラーかな？ちょっと待って。とりあえず、開けます。は、え、これは、よかった、開いた。開いた。あ、なんか説明書みたいなのもついとんや。へぇ。見て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 。ちゃんとこういう説明書がついとる。あれやね、フィギュアのみたいやね。まあ、とりあえずお肌の弱い方は使用しないでください的な文字が見えたよ。はい。はい。あ、一個一個こうやって包まれとんや。へぇ。丁寧やね。こんな感じで。あ、で、なんか、あれや。この、私こっちの箱で見た感じ、周り白いんかなって思っとったんやけど、違うんやね。はい。なんかこんな感じで、透明や透明。え、めっちゃ可愛いんやけど。超可愛い。これ一応フェイスカラーで、まあ、集めてカラフルシングルカラーは、丸型が可愛い選べるシングルカラーコレクションです。流行の単色コスメが全5色ラインナップされたオリジナルブレンドカラー。クリームタイプの質感なので、カラーによってはアイシャドウ、チーク、リップ、ハイライトなどマルチに使えちゃいますということで。え、めっちゃいいね。めっちゃいいね。じゃあ多分、このカービィのピンクのやつは、口紅、リップと、チークと、まあ、シャドウにも使えるか。まあ、そんな感じ。はい、そして、はい。こっちも、集めてカラフルシングルカラーの、ワドルディ。ワドルディかわいい。はい。よいしょ。ってことは、これも周りは透明ってことかな。あ、よかった。サクッと開けられた。そこに感動。は。よいしょー。はい、こんな感じで。こんな感じで。まあ、ワドルディの体の色と同じってことよね。まあ、カービィもね、体の色と同じ。ピンク。で、ワドルディは、オレンジ。オレンジなんかな？コーラル？オレンジやね。はい、オレンジです。で、まあ、一応なんかチップとかはついてないけん、自分で買ってこんといかん感じではあるけど。私の場合は、まあ、ざっくりと手で使うんやけどね。はい、そして三つ目。これも集めてカラフルシングルカラーのピンクフローラル。ピンクフローラルって書いてるけどね。ちょっと待って。ピンクフローラルって書いてるけど、色的にはね、見える？色的にはこれやね、レッド。このピンクフローラルって書かれてるのは一体何なんやろ。箱の柄のことかな。あ、多分箱の柄のことかな。うんうんうん。はい、ってことで開けていきます。ほ、ピンクフローラルなのかレッドなのかって感じだけど、まあでも中身、こうパッケージに写っとるやつはまあレッドというか、なんというか。ほ。ちく。だって私、この辺開けるの下手くそすぎんか。あ、巻きついとんか。はい。じゃーん。あ、かわいい。これカービィやね。カービィと、基本的になんかこの、カービィ一番コフレのやつは全体的に、オリジナルの、ま、花とのコラボレーション。コラボレーションなんて言うんやろ。まあそういうデザインらしくって、オリジナルデザインらしくって、これ、
まあ、何の花かはちょっと私花について詳しくないけんわからんのやけど、まあ、でも可愛い。あ、これぐらいの角度がよく見える。なんかカービィが花を見上げよる感じの。で、中身はこんな感じ。まあ、レッドやね。これも、まあ、リップとチークに使えそう。今のところ全部リップとチークに使えそうな感じ。はい、そして4つ目。はい、集めてカラフルシングルカラーブルーボタニカル。でもこれは色的にはパールになるけん、まあ、やっぱり箱の色ってことやね。ブルーボタニカル。ボタニカルって何？なんか最近流行ってない？あの化粧品とかさ、あれやん、シャンプーとかでもボタニストとか流行っとるやん。私的にはよくわからんねんけど、でもボタニストいいって聞くよね。ボタニカルってなんやろ。なんか最近いろんなね、おしゃれ系のワードが増えてきてわからんやん私は。はい、これパール。これはまあまたしても何の花かはよくわからんけど、カービィ、花持っとるカービィ、かわいい。この辺のパールのやつとかは、アイシャドウとか、あと下まぶたとかにも使えそう。めっちゃね、ラメがぎっしりなんかな？なんか、うん。いや、まあパールやけんね。キラキラしとる感じ。はい。きっちりカチってしまるけんいいね。はい、そして、あとね、こっち。じゃん。これね、二つ被ったんよね。集めてシングルカラー、オレンジガーデン。はい、これが、何やった？オレンジガーデン。まあ、でも色的には、これね。この最後の。ブラウン。それが、これ。あ、かわいい。オレンジガーデン。めっちゃかわいい。いいね、いいね。ネオルカービィと、こカービィの上に乗っとるのは、あれか、ピッチ？ピッチかな。なんかそんな感じのおったよね。カービィはね、あの、昔、チラッとね、アニメで見よったんやけど、そこまで詳しくないんよね。これも、ま、これはブラウン、ま、アイシャドウ、かな？アイシャドウとしてぐらいかな、これは。ブラウン系リップとかって流行っとるけど、ここまでブラウンやったら使わんよね、多分。はい、ってことで、この F 賞は全5種、全部揃いました。やったね。これやっぱ、メイクする女の子とかやったらわかると思うけど、これ5つ、5つっていうか、A 賞から F 賞まで、どれが出ても別に嬉しいと思うよね、正直。次のね、E 賞が、デンクって。E 賞はなかったけど、とりあえずあの、ふんわり羽織るハンドクリームっていうのがあったらしいです。いいな、ハンドクリーム私好きやけん欲しかった。普通に欲しかった。はい、そして、次が、これで、6個、今まで出たってことか。はい、そして、これが、7個目。じゃーん、D 賞のキラリンリップグロス、ピンクフローラル、カッコローズ。ピンクフローラルは、あ、さっきのもピンクフローラルやった？あの、確か。これがピンクフローラル、あ、ま、箱がね。やったはず。色自体はレッドやったけど、やっぱり多分箱の種類ってことやね。はい、開けていきます。リップグロス。よきよき。これはね、D 賞は全3種類。3種類で、一応この横にね、色が持ってあるんやけど、私が選んだのは、一番上のローズ。で、あとあったのがクリアとアイシーピンク。私はね、このグロスとかって重ねて使う人は、まあ、クリアタイプとか、アイシーピンクとかでいいと思うんやけど、単体で使いたいタイプやけん、まあ、きっちり、色が残るであろう、ローズにしました。こんな感じ。なんか思ったより太い。こんな。で、なにこれ？髪？え、なんか髪？濡れたら終わるとかじゃないよね。大丈夫？なんか濡れたらさ、この、なんていうの、ラッピング？なんか、くしゃってなって終わりそう。雨の日とかに持ち歩いたらダメなタイプかな。危ない！ふぅ。はい。なるほどね。そっか、くるくる回すんやね。はい、こんな感じでーす。なんか思ったより薄い気がするな。何回か重ねたら大丈夫なのかな。まあ、でもそんな感じ。なんか、キラキラしてるね。キラキラしてるね。で、なんか、多分箱と同じデザインかな。なんか、カービィと、ワドルディと、ね、これ誰？
カービィ、なんかオレンジの、オレンジのカービィ、なんかあれかな、誰か吸い込んで変身したタイプのやつ、ちょっとわかる、あ、見て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 、チュチュがおる、チュチュかわいい。チュチュかわいいよね。はい、そして、あ、そうで、キラリリップグロスはオリジナルアートを使用したリップグロスで、私が選んだのはツヤ感のある赤みピンクらしいです。はい、8個目がじゃん、シーショーの華やかルージュで、これがね、まあ、全2種類で、ピンクとコーラルから、こっちか、ピンクとコーラルから選べて、私が選んだのはピンク。どっちも使う色ではあるんやけど、なんとなくピンクの方が使うかなと思って。ちなみにピンクの方はカービィなんやけど、コーラルの方はワドルディやった。あれなんやね。え、ワドルディってさ、あれ、あれやろ？え、敵よね。違ったっけ？え、多分そうやったと思うんやけど、ま、敵と言っても可愛らしい感じの。人気なんやね、ワドルディ。で、これね。あ、可愛い。寝てる。寝てる。これもやっぱり、リップグロスと同じく、あ、待って。これはもし、こう、どっち向き？こっちか。寝てて、はい、起きた。見える？起きた。で、なんか鼻がでっかくなった。いいね、可愛い。はい。で、これはまあ、ポコッと開けるタイプで、こういう感じです。いいね。この色かわいい。私が好きそうな感じ。知らんがなって感じだけど。でも私の場合は絶対これ、この辺ね、雨の日に持ち歩いたら私は終わるな。はい、ちなみにこの、華やかルージュは、カービィとワドルディの2種類から選べるルージュです。使いやすいピンクとコーラルの色味であなたの口元をより魅力的に、らしいです。まあ、リップ好きの私としてはね、逃せんところよね。はい、そして次が、9個目 ?9 個目やね。9個目の商品が、はい、じゃーん。これです。見える見える？はい、これが、B 賞のぽよぽよチーク。これめっちゃ可愛くない？これね、なんか発売前から、こういう一番くじが出るよってなった時に、まあ、なんか、話題にというか、このぽよぽよチークめっちゃ可愛くないみたいな感じで、なんか騒がれとって、え、これが一番欲しいみたいな。確かに見た目超可愛いよね。あ、見てこれ。見て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 。これね、なんか、プチプチで包まれとるめっちゃ。あれかな、やっぱり。粉やけん、崩れんようにみたいな。あれ？でもアイシャドウ、プチプチで包まれてなかったけど、何？大きさの問題？そういうこと？あ、てか確かにあれよね。なんか、でかくない？え、これでかくない？え、めっちゃでかいんやけど。え、私さ、チークでこんなでかいサイズ見たことないよ。持ったことないんやけど。もしかしてなんか鏡とかついとったりするんかな？あ、見て、ついとる。ほら、コンパクトになっとる、ちゃんと。保護シートを外してご使用ください。あ、見て、パフがついとる。あ、なるほど。このパフで、やるってこと？へぇー。あ、で、開いた。すごいよ。すごいよ。ほら、容量、どうやろ。薄いかもしれんけど、ほら、横から見たら、あ、ちょっと待って。あ、シートがついてったよね。横から見たら、まあ、容量は、薄い。そんなに多くはないけど、でもまあ、十分よね。別に、チークそんなべったりおたふくみたいにつけるわけじゃないし。でも私、こういう感じの、こういうパフでさ、チークつけたことないんやけど。まあ私、基本的にメイク全部手やけんあれなんやけど。ごめんね、雑で。はい、そして、最後、10個目。はい、最後10個目は、じゃん！見て！すごくない？これ。え、すごくない？ほら。A 賞、ぷっぷなコスメパレット。え、私、くじ引きで A 賞って言ったの初めてなんやけど。え、私、普通にさ、この、まあ、10回引いて、本当にさ、なんか、店員さんとか全然見知らぬ人なんやけど、もう開けて A 賞って出た瞬間、え、やったーって言ってさ、よかったですねって店員さんに言われたんやけど、なんかごめんね、騒いでって感じやった。はい。
こういう、これも中身は一緒か？うん、別に普通の説明書だね。別に普通の説明書だね。うん。あ、ちなみにさっきのぽよぽよチークは、カービィのフェイス型コンパクトがとっても可愛いチーク。ふんわりカラーが可愛い、ぽよっとした方に仕上がるらしいです。っていうのは今この時に言うけど。はい、そして、このカービィコスメパレット。ちょ、待って、これ中。よし。どんな感じ？は、ふぅ、こういう感じ。あ、これはちゃんと、あれよね。まあ、この、保護シートみたいなやつね。この辺別に、まあ、なんもないけど。まあ、なんもないけど、かわいい絵が。コスメパレット。これ、保護シートあったら反射して邪魔やね。はい。で、これ、ついとるのが、こっちの二つがチーク。なんかチークいっぱいあるね。やったね。私のほっぺたがいろんな色に変わり出すかもしれん、これから。で、とりあえずこっちが、ピンクパフィー。まあ、多分、淡いピンクですっていうことやと思う。で、こっちが、パワフル。パワフル？まあ、濃いピンクってことやんね。で、あと、アイシャドウ。まあ、ここが全部アイシャドウってことやね。これね、ちなみに、カービィのゲームに出てくる、もう、なんやっけ。カービィのゲームに出てくる、面？一面二面とかの、ああいうところの色味をなんか参考にしてるらしい。あ、これがその名前ってことね。オレンジオーシャン。これオレンジオーシャン。うん、で、こっちが、フォンテンオブドリームス。で、こっちがヨーグルトヤード。で、こっちがバタービルディン。っていう感じの色で、真ん中のは、カービィがよく持っとる星のスターロットをかたどった。まあ、これ別々の色でね、ちゃんとアイシャドウ使える。私はね、カービィ、アニメもチラッと見たことがあるだけなんやけど、ゲームは本当に一切やったことがないけん、わからんねやけど、あ、そう、ステージが言いたかった。面。そう、そのステージを、まあなんかイメージしたカラーらしいです。で、この辺ちゃんとね、このアイシャドウのチップがついとって、で、こっちもチークブラシがついてるけん、まあ、これで、この一式があれば、まあ、目周り、あと、ほっぺた、のメイクは完成するかなと。いや、なんかめっちゃいいね。超いいよ。超いい、あ、これ、もしかして。え、磁石なの？え、ちゃんとくっつく。え、私これパッカパカかと思ったよ。そんなことはなかった。ほら、逆さまにしても全然大丈夫。平気。うん、落ちんよ。ちょ、待って、私あれや、保護シート。はい。保護シートちゃんとつけとかんとね。はい。保護シートつけても大丈夫やけん。ちゃんとくっついてるけん。はい、ということで、はい。今回、私が一番くじで引いてきた商品ね。はい。こんな感じで、こういうね。はい。こういう感じで、まあ、A 賞、B 賞、C、D。で、E 賞がなくって、F、5種類とも全部揃いました。ということで、めっちゃ引き良かったと思う。え、人生で一番ぐらい引き良かったと思う。めっちゃびっくりした。A 賞出ると思わんかったし、B 賞も出ると思わんかった。しただけで10個終わるかなって思ったけど、はい。紙引きだったと思います。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。最近ね、こうなんか一番くじの中でも、女の子をメインターゲットにした一番コフレっていう、ね、こういうのが増えてきて、なんかすごい、いいね。お手軽な値段で手に入る。